お疲れ様でございます今回はね、直接の連絡が来ましたんで、もうなんか一部、あきれながらなんですけども、返信しようかと思います。まあ、あの、連絡の内容がですね、あの仮想通貨の DOP っていうのが上場したんですけども、値上がりはしましたかっていう質問なんですよ。で、なんであきれたかっていうと、これ自分で調べればわかるでしょってことなんですよ。で、私が調べても同じなんですよ。で、その調べ方の一例をね、 今日はお話していいこうかと思います例えば、えー、ジェミニっていうね AI に聞いてみました仮想通貨 DOP は上場後値上がりしましたかねこれでいいんじゃないですかでこういうふうに回答していただいてますはい仮想通貨 DOP は2024年7月4日に主要取引所であるバイビットとクーコインに上場後値上がりしました上場後24時間以内の価格変動は以下の通りですバイビットではプラス14.49% 空コインはプラス6.18%。だから、プライベートセールに比べて、上場後に値段はついたんですけども、びっくりしたほどの値上がりはしてないかなってところですよね。で、続きがあります。しかし、その後は下落傾向に転じ、7月5日現在では上場前の価格を下回っています。つまり、上場割れってやつですよね。これ、ICO、つまり暗号通貨の上場では、これよくあることなんで、あの上場したら価格割れっていうふうに思って、 プライベーートセールを聞いいいいた方がいいかなっていうことですよねこれはもう私が今言わなくてもプライベートセールに参加しようとする人はそのぐらいはもうご存知だと思いますけどもねで7月5日時点の価格は以下の通りですということですねえー、バイビット NA ドル何これ <laughs> ねクーコイン0.031343ということですねえー、DOP の価格変動はさまざまな要因によって影響を受けますと市場全体の動向 投資家心理 DOP に関するニュース技術的な問題これも別に言わなくたってわかることですよね。まあ全部言わなくたってわかることばっかりです。で、上場後すぐに値上がりしたとしても、それが今後も続くとは限りません。仮想通貨への投資は高リスク、高リターンの側面があることを理解した上で慎重に行うことが重要です。いかに DOP の核変動に影響を与える可能性のある要因をいくつかご紹介しますということですよね。DOP はデータオーナーシッププロトコルの 開発状況ということですけども、DOP はデータ所有権を証明するための分散型プロトコルです。データーオーナーシッププロトコルの開発状況が非常にポジティブに評価されれば、DOP の価格が上昇する可能性がありますと。主要取引所への上場、えー、DOP が主要な取引所に上場されれば、取引量が増加し、価格が上昇する可能性がありますということですよね。でも、多くのバイビットとかクーコインに上場したときの 投資家心理ってのは、あ、これで売れるようになるぞ。市場で売れるぞってことなんですよ。でも実際、売りをかけても、買い手がいなければ売れないんですよ。で、それの限界が来るところが、実質的なストップ安ってとこですよね。売りたい人は山ほどいるのに、買いたい人がいないから、売りが止まるってことです。で、それを勘違いして、プライベートセールで購入して、塩漬けになった人が、あ、底値がついたねって思うんですけどそこは底値じゃないんですよ。買い手がいないから売れてないだけで、まだまだ底値は、 深いんでですすよよってことですよねそういうふうに考えないといけないかなと。で、メディアロス、DOP が主要なメディアで取り入れられれば、投資家さんの注重目度が、つまり株が上昇する傾向がありますということなんですけども、これはね、だからね、個人でもででもきることなんですよだから今回の動画もそうですけども、DOP ってのを目立ってもらえば、それは多くの人が知ることになって、調べることになって、買う可能性が出てくるでしょ。だから 私が今ね、DOP っていう仮想通貨の ICU 案件をお話ししましたけども、知らなかった人はこれで興味持つじゃないですか。興味を持てば、買う可能性が出てきますよね。で、この時点で興味を持ったってことは、DOP を持ってないわけですから、売るっていう選択肢がその人にはないわけですよ。つまり、DOP の価格は上がってもらってね、儲けたい人は自分でメディアになればいいんですよ。自分で知らせていくこと。それが重要なんじゃないですかね。 もしくは、誰かが DOP の発信をしていたら、それをシェアしたりとかね、シェアプラス自分のコメントを入れたりとか、そういうことによって、あのー、コマーシャルをすることですよね。それがだから多くの投資家さんに足りないことですよね。値上がりを望んでいるのに、自分でその暗号通貨のことを広めていかない。広めていかなければ、それは売れる可能性は、シュリンクしていくってことになりますよね。で、最後ですけども、 規制当局の動向も気になるところがあります。政府や規制当局が仮想通貨に対して規制を強化すれば DOP の価格が下落する可能性があるということで、えー、このね、今回の DOP っていうのは日本で上場すれば結構なあ魅力株になると思いますけども、まあ今のところはその予定はないみたいですよね。はい。ということで今回は以上です。DOP ね、あの、これからも、私はそんなに注目しないんですけども、うん、やっぱりそこそこ注目していこうかなと思います。まあちなみにね、コインマーケットキャップでチャートを見るとこういう風に出てますからね。 これもだから私が言わないとわからないことじゃなくて誰でも調べれることです。ね。DOP。こういうふうな形ですね。じゃあこれで。はい。<laughs> かなり値段が潜水艦になってるなってとこですよね。ほら。ちょっときついですね、これはね。DOP ね。うーん。ちなみに DOP ってこれで合ってます ドロップスオーナーシップパワー。これ、プロトコルじゃなくてパワーになってますね。違うかもしんないの、これね。はい。まあ、ここら辺は、私のミスかもしれません。まあ、とにかく、自分で調べてくださいと。で、調べさせておいて、私の情報が違ったから、お前のせいだっていうのは、筋違いで、うん、やっぱりね、人に調査を依頼するとき、特に無料で依頼するときっていうのは、その情報も参考の一つに過ぎなくってね。 そうじゃないかもしんないと思いながら受け取らなくてはいけないと思いますよ。常に正しい情報をお送りできるとは、やっぱり限りませんのでね。そういう意味で、調べるのも自分、検討するのも自分、お金を払うのも自分、儲けても損しても自分。それが、投資、ビジネス、恋愛、人生じゃないかなと思います。お疲れ様です。